私実は初エアーです。皆さんこんにちは、水おじさんです。今日は先日発売されたばかりのこれが届いたので、新型 MacBook Air 2020年モデルです。こちらの方を開封していきたいと思います。でもこれは実は私用ではなく、娘へのおじいちゃんからの入学祝いになります。開封も娘とやっていきたいと思います。はい、それでは早速開けていきたいと思います。最近のアップルのはここにピリピリがあるので開けるのがだいぶ楽になりました。ピリピリと一気にいってしまいます。はい、よいしょよいしょ。おお、まあ、一旦箱裏見ればよかったですね。ちょっと横と裏見ていきますか。横アップルマークと MacBook Air で、こっちもアップルマークですね。で、裏はスペックなんで、今回はだいぶいいですよ。Core i7 16GB のメモリーで 512GB の SSD と、かなりいいものを買いました。では中身の方開けていってみましょう。じゃあ開けるよ娘ちゃんが隣にいるので開けてみます。あ、ちょっと開かない。3、2、1。ドーン。おお、すげえ、真っ暗。おお、我が家に何代目だ、4代目か5代目のマックです。エアは初めてですね。マックいいか、触んなくて大丈夫か。じゃあちょっとこれ本体出してみますね。うわ、なんか声、よいしょ。まあ付属品はいつも通り、多分電源と見てみると、まあ電源ケーブルだけですね。これ中はいつも通りアップルのシールとか。シール入ってるの？入ってる入ってる、毎回入ってる。iPad に貼る人もいる。お父さん使ったことない。でも、だんだん時間経ってきたら使ってもいいよね。剥がせないやつ？剥がせないやつ。剥がせないやつ。まあ、剥がそうと思えば剥がせると思うけど。ポケモンシールって貼られるじゃん。あ、そうなの？うん。知らない、そうなんだ。じゃあ、これはまあ、これ、いつも通りのものですね。で、電源と、これ。他には多分何もないです。なので、これは置いといて、MacBook Air、こんな形ですね。と、周りを一旦見てみますか。あー、やっぱり薄いな、薄い。このこっちからこう開ける方に向かって薄くなってるのがエアーの特徴ですよね。で、 USB-C がやっぱり2個しかなくって、ここだけはちょっと残念なんだけれども、こっち側はイヤホンジャックだけですね。じゃあこのビニールの方も取っていきます。こうか。おー、あー、すごい。で、これでビニールが取れた状態ですね。おー、薄い、薄いな。ちょっと一回プロ持ってきて、こっちがプロです。プロの開閉部はこんな感じ。やっぱりちょっとエアより太いですかね。で、この後ちょっとエアを見てみると、あ、エアはダントツに細いね。ダントツに細かった。じゃあこれで一旦開封は終わりなんで、開けてみますか。じゃあ開けちゃうよ、うん。じゃあちょっとエアの方をパカッと、うん、おお、そうすると、あ、ほら、もうアップルマークが出てる。で、この紙を、うわー、パパーン。で、相変わらず言語とか選ぶんで、ここはちょっと飛ばしますね。こんな聞き取んない。言ってるよね。うん、言ってると思う。ヘイシリ、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 ヘイシ、ヘイシ、ヘイシリ。シェリー、タッチ ID はどうする？やったことない。あ、そっか。今度設定するか。はい、これが MacBook Air です。はい、私、マジックキーボード初めてなので、マジックキーボードの打鍵感だけ試していきたいと思います。ちょっとキーノートの方を開いて、キーノートでキーボードの打鍵感を試していきます。おはよう、あ、マウス。おお、なんか、明日の天気はどうでしょうか。あ、なんか、柔らかいですね。バタフライキーボードと比べると、触りが柔らかくて、ちょっとストロークも深いですね。あ、打ちやすいかもしれない。いいですね。エアのこのトラックパッドの部分、ここも13インチなんですけど、思ったより広く取れてて、使いやすいです。MacBook Air の紹介は以上になります。はい、MacBook Air 2020年モデルの方を
開封していきました。かなり薄くてかっこいいです。MacBook Air。で、マジックキーボードの方も結構打鍵感はいいです。ストロークがやはりバタフライキーより深くて叩きやすいですね。触った感じは MacBook Air かなりいいですので、2020年型のモデル迷ってたら買いだと思います。この動画が良かったと思った方、MacBook Air が欲しくなってしまった方、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、さようなら。